県民食品の焼きビーフン、タイの工場で作っています。米の粉の乾燥麺で麺に味がついていて、スープ等の付属品はなし。炒める方法と電子レンジで調理する方法が示されていますが、今回は電子レンジで作ってみました。ビーフン麺は淡白で、味付けもシンプルというか単純。レンジ調理だと油っ気がないので物足りない感じです。具がないときつい。